10万とか20万ぐらいよね、ここに出しよったわ。そこ行って何をするんだって言ってたんですか。飲むんじゃとかね、そこの女の子がどうのこうのとかね。中高生4人組が友人の遺産を狙ってなんと1200万円を恐喝。その金でピンクサロンへ行くなど信じられない豪遊三昧。その真相に迫る。愛媛県今治市内で中学生高校生の男子グループ4人が遊び仲間の16歳の無職の少年に根拠のない言いがかりをつけて、なんと驚くことに1200万円という大金を巻き上げていたという大変ショッキングな事件がありました。逮捕されたのはグループのリーダー格だった県立高校3年の少年、他に中高生3人が補導された。事の発端は昨年の11月、知り合いが暴力団の車に傷をつけて困っているなどと嘘をつき、少年から300万円を騙し取った。これで味を占めた少年たちはその後も2回同様の手口で合わせて700万円を巻き上げたという。そしてさらに1年を脅迫し、おばあちゃんに嘘をついて出させた500万円をさらに取り、なんと合わせて1200万円もの大金を脅し取っていたというのです。被害者の少年は気が弱く内向的な性格だったということですが、なぜそんな1200万円もの大金を素直に渡してしまったのでしょうか。被害に遭った少年は一人っ子で、目の不自由な母と祖母との3人暮らし。実は3年前に父親を亡くし遺産を持っていたのである。父親が少年に残した遺産600万円の預金を解約。初めのうちは困っている友人を助けてやろうという気持ちで金を渡したという。そして要求がエスカレートすると母親の貯金にも手を出し、さらに祖母からも金を出させていた。取る方も取る方やけど、取られる方もちょっと意志が弱いかなって思います。そのなんか取ったりすること自体が怖くて、あとのこととか考えたら、私卒業前そんなんじゃ卒業できんないじゃないですか。だからな、その今までしてきたことが意味ないのあるから、僕だったらそういうことようしません。私そんなとっても使う道なんかないし、別に。騙し取った金で少年たちは50キロ離れた松山市までタクシーで乗りつけた。そしてブランド物の服を買い漁り、パチンコで1日15万円を使い、挙句の果てにはピンクサロンに入るなどやりたい放題の豪遊を繰り返し、2ヶ月間でなんと500万円を使いまくったという。なぜ若い人がこういつも3人か4人乗るんよ。ほんでおじちゃん1万円で行ってや言うけど、おお構わんぞ、夜を乗せてたことある。まあ若いけん金もないんかな思ってな、そしたらこの払う時に金持っとんよ、いつも。かなりっていうのは100万ぐらい持ってたってことですか。じゃあだけ10万とか20万ぐらいよね、ここに出しちゃったわ。身なりはどうだったですか。身なりは普通の格好してろ、若いしみたいな格好だけ、髪をこういうにして、でもう普通のスーツみたいなの着とるけんね、ちょっとダブっとしたやつを。そこ行って何をするんだって言ってたんですか。飲むんじゃとかね、そこの女の子がどうのこうのとかね、そのあにもともとはあれじゃないんで、悪いような子みたいには見えんけどね。恐喝容疑で逮捕された生徒が通っていた高校です。逮捕された生徒は大変小柄で精神的に幼い面もあったということですが、学校を欠席することもなく、成績も態度も何も問題はなかったというのです。金額がですね、高校生にしては、異常な金額ですよね。この点についてはどう考えてますか。もうこれも本当に驚くばかりでありまして、もう想像絶する気持ちです。学校生活も全く普段と変わりはなく、服装にしろ例えば頭髪にしても 顔つきにしても、もう全然変わりがなかったわけですので、担任はじめ学校の先生の方も気がつかなかったです。ピンクサロンとかパチンコっていうところには高校生はよく出入りするんでしょうか。いや、そういうのはもう全然今までに
聞いてもおりませんし、初耳ですね、そういうところは。この静かな町で起きた遺産を狙った悪質な恐喝事件、ごく普通の中高生たちが一体なぜ、遊ぶ金欲しさというには1200万円はあまりにも高額である、常識を逸脱した少年たちの金銭感覚。少年たちは容疑を認め、反省の色を見せてはいるものの、事の重大さにはまだ気づいていない様子だという。でいまして、お父さんの遺産で少年名義の預金が600万円あったんですね、はい、でこれを差し出して、なお目の不自由なお母さんの預金100万円、これを無断で解約した上に、おばあちゃんに嘘をついて500万円出させまして、これは1200万円合わせて差し出してしまったわけなんですね、はいはい、でこの1200万円を中学生高校生のグループがどういうふうに使ったのかといいますと、はい、ちょっと驚いてしまうんです。